そうですね。今日は、ニューファンドグローリーの思い出、一番、ニューファンドグローリー。ウィキペディアで調べると、僕が知ったのはね、このカバー、まずどんな人か。こういうアメリカのね、アメリカの活動期間が97年。4人のポップパンクで、フロムスクリーン、カバーの From the Screen to Your Stereo っていう曲が、雑貨屋さんで流れてて、で、店員さんに、この曲誰ですかって聞いたら、ニューファンドグローリーだよって言って、雑貨じゃない、CD 屋かな。多分 CD 屋さんかな。あ、じゃあ雑貨屋っぽいかな。聞いたら、ニューファンドグローリーですよって言って、で、そこで知って、で、買いましたら全曲よくて、カバーが。でで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 とかね、そんなんかね、すんごい聞きやすいね、カバーがね。ああ、いいなと思って。一番インパクトあったのが、That Thing To Do っていう曲かな。まあ、なんか、そう、大体こういう感じ。なんか、ちょっとあんま覚えてないよね。っていうのがなんかすっごいインパクトある曲だったな、カバーでね。そこから入っていって、やっぱりスティック&ストーンズって曲のアルバムのね、これやっぱ全米3位取ってるね。4位、この前作も4位、これが4位か、自作が3位で、なぜかすっごいちょっと落ちてきてる。UK US チャートにね、結局、My Friends Over You、店員さんが、My Friends Over You はもう、がもうやばいですよ、なって言ってて、そして、ああ、本当だってなったよ。お前、やっぱ My Friends Over You が一番代表曲なのかな、ぐらいの、そのまま、My Friends Over You! でてるてるるるるバナーでさでるる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 
But I just sitting on a tree and all that you might not be turning on and on. That is it, it was in it, my friends about you. My friends about you. が入ってるっていうね。これやっぱ、まあ名盤。でベスト買えばいいんだよね。これが入ってるね。結局買うとしたらベストヒット日本 F 字買えばもう間違いなく間違いない1枚どれを買うかって言ったらもうこれレンタルとかねだったらもうこれたくりに、まあ、最初の人はね2008年ほんとキャタリストもすっごいアルバムだったんでね、まあ、出だしが最高だったよね。
最初イントロは、ター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 タそっからね、オールダウンズなんとかなんとかっていう曲が、に入って、入りがもう最高マックスでよかった。その、ね、イントロからの、もう、入りがね、すごい良かったね。最高だったね、それ。もう、存在感あるアルバムだな、本当。神ホーム最高に良かったよね、19位か。ね、本当に、このアルバム良かったな。テレ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 テこのアルバム結構ね、これも良かったよね。この辺も良かったよね。なんか何が入ったか忘れちゃったけどぐらいの。ねえ、例えばもう本当に爽やか。まあ、似てるけどね。やっぱ全然曲調似てるんだけど、やっぱ、だったね。結構日本で流行ったのが、流行ったっぽいのが、It's not your fault かな。It's not your fault, so please stop your crying now. It's not your fault, so please stop crying now. あ、よかった。本当にその曲とかね、ある。すごい良かったな、っていうね、ほんと。今でも、まあ、活動してるしね、今でも、YouTube 見てますけどね。まあ、本当にいいなっていうね。だからこの New X Sounds の、やっぱ一番っぽいなっていうのかな。打線で言うとね。打順出てる一番っぽい。本当に一番バッターっぽい。まあ、一番目聞く曲だなっていうね。自分がもしアルバムみたいなの作るとしたら、こういう曲調、ニューファンドグローリーみたいな、曲調をまず先頭に持っていきたいなっていうね。何にも気にすることのない音楽。無心で聴くっていうかね、もう、ただただ、ポップロックで、素直に聴いて、気持ちいいのはね、軽く乗る。もう聴きやすい、本当に聴きやすい。何も引っかからないような、なんか疲れない音楽っていうかね、そういう、ものを一番目にしたい。本当に、パッと聞いてパッと聞くみたいな、軽いんだよね。その、曲の存在、なんていうかな。薄っぺらいわけじゃないけど、軽く入ってくるっていうね。スッと水のようにね。炭酸の、まあ、水かな。水一杯飲むみたいな。気持ちになるのかな、いい感じだよな、とにかく。もう、絶対外せないな、っていう。が、ニューファンドグローリー、一番起用した理由でね。打線で。